サー・ウィリアム・ローレンス第3代、順段シャクサー・ウィリアム・マシュートレバー・ローレンスは、イギリスの演芸家、病院経営者、収集家。ローレンスは、1870年9月17日に、第2代順段シャクサート・トレバー・ローレンスと、エリザベス・マシューの間に生まれた。シュルーズベリー校を経て、オックスフォード大学ニューカレッジに学んだ。1908年2月24日、ローレンスは、 ョーエア、マクダネル・スチュワート・クラブの娘、アイリスエアと結婚し、やがて夫妻の間には二男三女が生まれた。長女バーバラは、州裁判所判事で、筆名、シリル・ヘアーで、犯罪小説の執筆も行った、アルフレッド・ゴードン・クラークと結婚し、次女ンは、リバーカフェの共同創業者、ローズ・グレーの母となった。1913年12月22日、ローレンスは、 父から順断社位を相続した。ローレンスは、オックスフォード大学で科学を学び、産休の学位しか得られなかったものの、博士号を目指して、ハイデルベルクやベルリンに留学した。その後、マンチェスターのオーエンズカレッジで5年間働き、科学のデモンストレーター、後に助講師となった。しかし、1902年に、ローレンスは、教育委員会の下級士学官となり、 1912年には上級検査官となった。1913年にローレンスは借位と共にサリー修道キング近郊のバーフォードのエステートを父から相続し、園芸や医療機関の経営、美術作品の収集といった公共的な活動に専念できるようになった。第一次世界大戦中、ローレンスは一時は捕虜情報局で初期官として働いた。 その後、海軍本部付きのスタッフとなり、さらに戦争局の情報部門に移った。ローレンスの父も、祖父も、医療の世界では重要な人物であった。祖父サー・ウィリアム・ローレンスは、主にセント・バー・ソロミュー病院において活動した、先進的な外科医で、ビクトリア女王のじと務めており、庶民院議員も務めた父サー・トレバー・ローレンスは、中央病院評議会の座長。 セントバーソロミュー病院の財務責任者であった。ローレンス自身もこの病院で医療福祉係として働いており、実際この病院で執務中に突然死した。ローレンスはサリー州の治安判事でもあった。ローレンスが最も関心を持っていたのは、いずれも優れた演芸家であった父や祖母から関心を受け継いだ演芸であった。ローレンスはこの他にも、 アルパインガーデン協会会長を務め、フランス政府の農事厚労省オフィシエを受賞し、ビクトリア栄誉メダル。ローレンス夫人も優れた演芸家であり、自身もビクトリア栄誉メダルを受賞している。ローレンスは、王立演芸協会がウェストミンスターに新しい会館を建設していた当時に、協会の財務責任者を務めたが、この時建てられた会館は、ローレンスの功績を検証するため、 2000年に彼の名を取ってローレンスホールと解消された。ありがとうございます。